お疲れ様でです。す。アルパカです今回、緊急に動画を作成しましまた。実はソニーさんから FE85mmF1.4GM2 が間もなく発表されるという情報を聞いて現在アルパカが保有している FE85mmF1.8 の無印レンズと入れ替えるべきかどうかについて 緊急にに検討することししました。今回発表される新レンズは現在の 85mmF1.4 の GM レンズより軽くてコンパクトで光学的に大幅に改善されているようですしたがって現在の 85mmGM レンズと無印レンズが どの程度違うかについて確認することで入れ替える必要の有無が見えてくるのではないかと考えました GM レンズは発売日が2016年の4月でメーカー小売,メーカー小売価格は258,500円です円形絞りは丸です最短撮影距離は AF 時は8 5センチ。マニュアルフォーカス時は8 0センチです最大撮影倍率は0.12倍ですフィルター径は 77mm です長さは 10.75cm 重さは8 2 0グラムです無印レンズは発売日が 2017年3月で GM レンズとは1年違いですメーカー小ぶりキボ小ぶり価格は84,700円で GM レンズは3倍以上します円形シりポリは GM レンズと同じです最短撮影距離は 80cm で GM レンズより AF 字は 5短いです最大撮影倍率は0.13で GM レンズとほぼ変わりませんフィルター径は 67cm で GM レンズの方が 1cm 大きいレンズです長さは 8.2cm 重さは 371g で GM レンズの方が 2.5cm 長く 449g 重いです。以上のことから GM レンズが無印レンズより使用上で勝っているところは後径の大きさだけで無印レンズの方が取り回しがよくお求めやすいレンズであることが分かりました。それでは光学性能の検証を行います。まず、 解像度チャートで周辺の解像度を検証してみましょうお互いのレンズの絞り解放の状態を比較してみます GM レンズは F1.4 無印レンズは F1.8 です続いて GM レンズの F1.8 と無印レンズの F1.8 その後は F2.8 F4.0F5.6F8.0 と順に比較していきます。 結果は、両レンズとも開放から F8 まで、周辺の解像度は素晴らしかったです。次に、色味の比較を絵を撮影して比較してみます。 ほととんど違いいいはないと思います次は写真,写真撮影とは関係ないのですがフォーカス送りがスムーズに行われるかどうか動画で検証してみました。AF 被写体追従感度は3の標準です。 動画はほとんど撮らないので早いかどうかは分かりませんが両レンズともスムーズにフォーカスが顔に移動していますそれでは屋外で撮影した写真を比較してみましょうボケチェック以外は絞り優先モードで撮影していますまず風景とビルと花の写真です 両レンズとも風景は F8 ビルは F4 花は F2.8 です。 アルパカの目では違いは見当たりませんでした。次にこの葉を撮影してみました。両レンズとも f2 です。この葉も鮮明で後ろボケの感じもいいんではないでしょうか。次は。 逆光耐性です。木漏れ日を撮影してみました GM レンズは F2 無印レンズは F1.8 です両レンズともゴーストとフレアが発生しました次に 生物を撮影してみました。両レンズとも絞り開放で撮影しました。太陽光の明るさが少し異なっているので、色味が少し違います。両レンズとも鮮明ですが、 若干のフリンジが発生しています次に水飲み場を撮影してみました両レンズとも F2.8 で撮影しました太陽光の明るさが若干違うので色味が異なります ここで少し違いが発見されました GM レンズの方が被写体深度の幅が無印レンズより少し広い感じがします光景の大きさの違いが原因かどうかは分かりません他の F 値でも同じような結果でした最後にボケの違いを検証してみました 手前にある枝にピントを合わせて撮影しています。絞りは F2.8 です。 さすが GM レンズです。周辺も玉ボケが確認できます。無印レンズは後継色が発生しています。絞ることで徐々に改善はされます。以上で全ての検証が終わりました。どうでしたでしょうか。皆さんなら GM レンズと無印レンズを入れ替え、 しますかアルパカは無印レンズがかなり健闘していると感じました GM レンズはさすがの写りをしています重さも長時間構えなければそんなに気になりませんでした GM2 レンズの仕様を予,測予想すると重さは大体7 0 0ム。 大長さは1 0ンチを切る程度ゴーストフレアをかなり抑えてボケもさらにきれいになるのではないでしょうか価格は20万円後半ぐらいだと思われます検証結果と GM2 レンズの予想を総合的に考えた結果アルパカは 無印レンズを GM2 レンズと入れ替えないことに決めました理由は2つです1つ目は無印レンズの検証結果が現行の GM レンズと大差がなかったことですそしてもう一つは GM2 レンズが現行の GM レンズよりも仮に 高性能になったとしてもアルパカにとって宝の持ち腐れになると思われたからです。今回の検証はとても有意義でした。それでは皆さん、さよなら、さよなら。